じゃあ次は鳥海さん。はい、じゃあ読みますね。こちらセントインネームウシーさん、男性の方ですね。集会所で並んでいた女子戦闘員の足が綺麗だったので見てしまいました、反省してますっていうね。あ、なんかあんまり反省してない感じですけど。いや、まあまあ、ああ、なるほど、うん、まあだから、まあ、このイベントの並んでた時ですかね、まあ綺麗な足をした女性がいらっしゃったんで、うん、見てしまったと。それ書いたの鳥ちゃんじゃないよね。違います。違います。違うんだよね。はい、いやでもね、見てしまうことは悪いことではない、うん、綺麗なものはもうね、つい見てしまいますから。そうそうそう、はい、食い入るように見たらちょっと、うんね、いや、いいんじゃないですか、食い入るように見たら。おっとじゃあ判定したいと思います。せーの。おお、あれ、おお、おお、帰るな帰るな帰るな、帰っちゃダメ、帰っちゃダメ。あれ、え、帰ってない、帰ってない、勝つだったよね。コツだったよね。クロちゃん見られたくないそうです。書いてないよ。今日もだってね、もうずっと前からこうマスクをして出たいってこのイベントに言ってたでしょ。だから見られたくないんだよね。恥ずかしいもんだって。怒ってる？怒ってないですよ。怒ってない、怒ってない。今1000以上の目がクロちゃんを見てるよ。そうだよ。すごい数だよ。すごい数。すごい数。助けて、アナザーさん。帰るか。意外とドライだった。あ、じゃあちょっと花江くん変わって。判定、あ、したんだもんね、さっきね。そうです、そうです、そうです。勝つのお言葉とか、あ、勝つのお言葉、じゃあ、そっか、くのちゃん嫌なのか、そっか、じゃあ私が言ってあげよう。優しいかな。いい、みんな足はこっそり見るんだぞ。